今日土曜日は西日本で天気が崩れています。明日日曜日になりますと東日本でも雨具が必要になりそうですね、はい、そうなんですよ、はい、まあ、お出かけにはちょっとねあいにくの天気といったところが増えそうなんですよ、はい、でその理由こちら天気図をご覧ください、こちらが明日の朝9時の予想天気図です。今日大陸方面にあります低気圧明日の朝には東の方に進みまして九州付近まで、達してくる予想です。この低気圧付近ですとか東側に雨雲がありましてこれがだんだんと東日本にも拡大をするという流れになります。で天気変化で見ていきますとこれがまず今日ですね、まあ、今日のところ西日本でだんだんと天気が崩れていきます。夜には近畿でも降り始めるということになるんですけども明日になりますとその雨の範囲が朝にはもう中部地方に到達し始める見込みです。そして午後はその範囲さらに東の方にも広がりまして、はい、まあ、関東も夕方あるいは夜になって雨の降る可能性が出てきます。まあ、隙間もある見込みですけれども雨の降る範囲は今日に比べるとかなり広いという特徴になります。で気温の方なんですけれども明日はやはりですね朝から雲が分厚くなるため、はい、今日の近畿から関東もう25度以上のところで始めていますけれども今日ほどの気温上昇にはならない見込みです。まあ、ピンク色20度以上のところもありまして寒さはないんですけれども、やはりね、今日のように半袖では少し肌寒さ、感じられるところが増えそうです。明日は雨の範囲が東日本にも広がりそうです。お出かけの際は雨具をお持ちください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースでもご確認いただけます。